和国とは古代の中国の小王朝やその周辺諸国が当時日本列島にあった政治勢力、国家を指して用いた呼称。和国及び和国王の勢力範囲に関しては諸説ある。随所和国伝や北歯和国伝ではその国境は東西に5ヶ月で南北に3ヶ月とされる。和人は紀元前2世紀頃から漢女地理史などの史料に現れている。 7世紀後半に和国と呼ばれていた大和王権は、対外的な国語を日本に改めたが、漢情以来の和国との関連は定かでない。中国政治の旧当初、新当初の間でも記述に差異がある。和内氏、和人が中国の歴史書物に登場するのは、弥生時代中期の紀元前150年頃のことであり、中国では感情に記された全館内にあたる。 漢女地理士によると、紀元前2世紀から紀元前後頃にかけて、和人が定期的に関の植民地落老軍を介して関王朝へ長行しており、多数のの政治集団を形成していたことが知られている。一世紀中央の建務中元2年になると、北部九州にあったとされる罠国の主張が五漢の後部帝から大和八国王に作法されて、 金印のたまもの、値を受けている。五冠書等遺伝、県務中元二年は土国笹組次長が、四人自称大部大和国の国南海なりみつたけ、四因寺これは、北部九州における和人の政治集団の統合が、進み、その代表として、和名国が五冠へ堅守したと考えられている。義式は陣令に見られる、名国は、福岡平野が、規定地とされている。この地からは、 五漢書等遺言に記された、金印、官位八国王院が出土しており、那国の中枢と考えられるすぐ岡本遺跡からは、紀元前一世紀に遡る全漢鏡が出土している。また、都国の中心と考えられる三雲、南高寺遺跡からも、紀元前一世紀の王母が検出されている。その約50年後の英書元年には、和国王水晶が五漢へ検出し、 育児を160人検定している。五漢書、東遺伝、安定英書元年は国王水晶等を兼育児160人、願い受け身107年の文献に名を残す、日本史上最古の人物である水晶は、史上,上、和国王を称した最初の人物でもある。さらに、和国という語もこの時初めて現れている。これらのことから、この時期に、対外的には、 和人を代表する和国と呼ばれる政治勢力が形成されたと考えられる。五感書は遥か広大の編纂であるが、このことから一世紀末から二世紀初頭にかけて和国をある程度代表する有力な政治勢力が生まれたとする見解があるものの、日本列島各地の豪族がそれぞれ和国王を称していた可能性も否定できない。いずれにせよ、これ以降、 7世紀最末期までの間は、和人を代表する、統合する政治勢力は、対外的に和国を称し続けた。水晶以降、男子が和国王位を継承していったとされるが、2世紀後期になると和国内の各政治勢力間で大規模な紛争が生じた。この対乱は、邪馬台国、邪馬台国に居住する卑弥呼が和国王につくことで収まった。 ヒミコは百四十年代に亡くなり、その次は男子が和国王となったが、再び内乱が生じ、女子のうつとも、一ちともが和国王となって乱は終結した。このように、弥生後半の和国では、ミコ的な女子が大いにつくことがたびたびあった。三国市義諸島遺伝は神情、いわゆる義諸話神伝には、山大国をはじめ、津島国、一四国、松田国、伊都国、 な国などの諸国についてかなり詳細な記述が見られる。文国から妻国までは水行20日で到着し、妻国から山大国までは南へ、水行10日、立行1月で到着する。山大国王卑弥呼も儀の国に長公しようやぎ和王の称号を授かった。第4位後、しばらく和国による中国王朝への長降の記録は途絶えていた。国造本議によれば、 120以上の国の宮津湖が日本列島の各地にいて地域国家が形成されていた。その中で古墳時代4世紀前半までには連合し成立したとされる大和王権の王たちは対外的に和王、和国を王を称したが初期の大和王権は地域国家の諸王族の連合政権であり先制王権や王朝ではなかった。地域国家の王たちが 対外的に和国王と称したこともあったと思われる。4世紀後期頃からは闘身など南朝への朝候が見られるようになり、この南朝への朝候は5世紀末頃まで断続的に行われた。これが僧序に記された和の御王であり、三、陳、墨、京、武という五人の王が知られる。和国王は大陸南朝の王朝に対しては和国王もしくは和王と称し、 国内的には、熊本県の江田船山古墳出土の鉄拳の名文に、自転化エロ大王とあるように、王、または大王、自転化大王と称した。1532年に作成された、世界地図、四海階層図。西の果てに、大新国の表記がある、随所巻き81列伝、第46等位、国で記述される。随所では、国は、くだら、 白木から東南、水陸三千里にあるとされ、その国の領域は東西に5ヶ月で南北に3ヶ月とされている。607年に国王たり思え北湖から派遣された県随市の使者が持参した随への国書では、国王の表記を用いず、日出書店主と記している。これは、当時の仏典、大地ドロンなどに日出書税東方日没書税制法とあるように、 東方にあることを示しただけとする考えもある。しかし、日本が発展する中で、和という文字は国名にふさわしい意味ではないと気づき、それが理由となり、日本という国名に改めていったという説が存在する。その後、7世紀後半に至るまで、国号の表記は、和国、和のままであった。660年、くだが滅びると和国は、その復興を期都し、と 白木との間で663年に白月の絵の戦いが勃発するが敗北し、朝鮮半島からの完全撤退を余儀なくされた。これを受けは国内部では国政整備、国力増強への思考が急速に強まった。672年の人心の乱に勝利した天武天皇は律令国家建設を加速し、その過程で北朝等に対して南朝系の和国、 和とは別国であるごとくに示すことにより、党の進行を何としても避ける必要があった。7世紀最末期には新国家体制を規定する大法律量の編纂がほぼ完了したが、同律量施行直前の701年前後に国号が和,和国から日本へ改められたとされている。以後、日本列島の中心的な政治勢力が和を山と自称することになる。 この時の国語解消について、新当女、旧当女に和という名称を嫌って日本へ解消したという内容の記述が残されている。また、両書にはもともと小国だった日本側国を併合したという内容の記述もあり、これは天武天皇が公文天皇の大江朝廷を滅亡させた人心の乱を表していると一般的には理解されている。また、 朝鮮半島の司書、三国式、白木本義文部を10年12月上には、和国、豪を日本にさらむ。自ら言う、ヒーズルに、地下きをもって、名をなすとある。新党書には、天皇家として、メタリシヒコが初めて、中国と通じたと記されている。その後も日本国内では、しばらく、日本を指して、和大とと呼ぶこともあったが、奈良時代中期頃から、 同音工事の和が併用されるようになり、次第に和が主流となっていった。また、日本は当初はヤマトと読まれていたが、やがて日本、ジッポン、ニッポンなどと音読されるようになり、それが平安時代頃に定着し、現在へ至ったとされる。中世イスラム世界では、9世紀にイブン・フルガーズベが記した。 書道図書国の書や中世に成立した、地代人世物語などに、中国やインドの東方にある国として、ワークアークという地名が記されており、これは和国のことであるとする説がある。ありがとうございます。